おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン続きやっていきましょう。第7章ですね。第7章のあれだ、思い出した。そうだ、しずかちゃんが美術室で豚をかぶってるところを発見された。なんかすごい難しいこと言ってんな。豚の仮面をかぶってるところを発見されたっていうところで終わりましたよね。なのでここの、第6回推理から始めていきましょうか。はい、続きから始めます。調査パートスタート。おー、いきなり結構クライマックスだね。とりあえずはじゃあしずかちゃんを見ればいいのかな。はい、じゃあ下ろしますね。どうした？しずか先輩、しずか先輩。反応がないね。私先生を呼んできます。お願い。ねえ早くこのマスクも取ってあげようよ。そうですね。これはうわ、やっぱり顔が血だらけ。いやでもバッテンだね。結構器用な血の出し方してるわ。おいおい、早く止血しねえとやばいんじゃないか。そうだね。私何か探してくる。ちょっと待って。いや違うわ、これ血じゃない。絵の具か何かで描かれているだけよ。え、ほんとだ。よかった。顔がズタズタになってたらどうしようかと思った。大丈夫、呼吸もしてるみたい。どうやら意識を失っているだけみたいですね。でもどうして顔に絵の具なんて。これよく見ると×印？確かにそう見えるな。マスクの中にも何か入ってるぞ。これはバサバサ。ほう、なんだ。うわ、マスクの中から大量の写真が出てきた。この写真は全部しずかちゃんだな。そうだね。あれ、でもこの写真なんか妙だよ。しずかちゃんがよだれ垂らして寝てるところとか、誰かを睨んでいる顔とかばかり写ってる。睨んでいる顔？あの優しそうなしずかさんが？そういえばしずかさんにはそういう一面がありましたね。そうなんだよね、結構怖いよね。ちょっとメンヘラっぽい性格というか。そうだったのね。ペラペラ。てかこの写真全部しずかの変な顔の写真ばっかだぞ。しずかちゃんをあんなにするだけじゃなく、こんな写真まで盗撮してるなんて。これってトッペルゲンガーの事件と似てない？確かにそうだな。じゃあこれをやったのは誰かのトッペルゲンガーってこと？おそらくそうでしょうね。ああ先生ここです。おいおい、なんだこりゃ。最近は何も起きてなかったのに、またこんな事件が起きるなんて。めんどくさいことになったな。とにかく早く保健室へ運ぶぞ。私手伝います。そして静香さんは運ばれていった。さて今回の被害者は静香さんですね。ああ、顔に豚のマスクをかぶされ、マスクの下の顔にも×印を書かれてて、おまけに見た目の良くない顔の写真をばらまかれていた。なんだか
今回の犯行は静香さんの顔ばかりを狙っているようにも見えるわね。そうね、顔面がなんか気に食わないんだろうね。可愛すぎるからかな。そうだね。一体ドッペルゲンガーはなぜこんなことをしたんだ？静香さんは誰かに恨まれていたとか？まあそれが妥当だろうな。とにかく今回の事件はおそらくドッペルゲンガーによるものです。早く捜査をシャ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 早く調査を始めましょう。そうだな。オッケー。さあ、結構今回はなんか怪しい人物が多いような気がするね。とりあえずはじゃあなんか関係なさそうなここの先生とあの先輩なんだっけ、さゆり先輩の会話。あ、さゆり先輩、よかった。もう本編の方でさ、めっちゃ名前間違って申し訳なかったよ。ずっと根に持っちゃうわこれ。あれは先生とさゆり先輩ですね。何をしているんでしょう。あ、先生お久しぶりです。よう、相変わらず元気そうだな。はい、先生の方は去年よりちょっと老けました。やっぱそう見えるか。まあ最近仕事に追われて大変だからな。それに今は問題児ばかりのクラスを受け持つことになったし。そうなんですね。私たちのクラスの担任だった時とどっちが大変ですか？どっちもどっちだよ。お前らも問題児ばっかだっただろ。ララララ、お前らも問題児ばっかだっただろ。先生ひどいね。先生、私先生が担任でよかったな。なんだよ突然。だって先生、昔私がスランプで走れなくなった時慰めてくれたじゃないですか。あの時結構嬉しかったんですよ。あ、超でしたね。あの時超嬉しかったんですよ。なあ、そういやそんなこともあったな。まああれは珍しくお前がへこんでたからな。あ、そうだ、そういやもう進路は決まったのか？はい、第一志望の大学に合格しました。それは良かったな。大学でも陸上は続けるのか？はい、もちろん続けますよ。そうか、頑張れよ。それと残り少ない学園生活、悔いのないよう楽しめ。ありがとうございます。先生も仕事頑張ってくださいね。はあ、めんどくせえ。へえ、先生はさゆり先輩の元担任だったんですね。初めて知りました。いや、なんか先生いい人だね。いい人だねっていうか、まあそりゃ先生としてちゃんと仕事をしているんだねっていう、あのめんどくさがりな感じなのにね。おもたくんがなんか体育館前くらいにいるから話しかけるか。なんだこのドラム缶みたいなのは。ドラム缶だ。なんでこんなところにドラム缶が置かれているんでしょう。うん、なんで？あれはおもたくんですね。泣いてるね。なんだどうした？え、おもたくんが泣いてます。一体何があったんでしょうか。シロ、どうして泣いているんですか？君には関係ないだろ。いや、ですが。もう、ほっといてくれよ。わかりました。追い返されてしまいましたね。何があったのか、今日噛みすぎじゃないですかね。いつものことか。オッケー。何があったのか気になりますが、ここはそっとしておきましょう。オッケー。なんで泣いてるんだろうね。もうね、結構時間経ってるからね、忘れちゃった。じゃあここの、ここなんだっけ？そう、中庭で、じゃあ、美香子ちゃんから話しかけようか。あれは、美香子さんですね。一体何をしているんでしょうか。あんちゃん、一体どこに行ったんだろう。
美香子さんはアンさんを探しているみたいですね。ここは話しかけないでおきましょう。あ、そうですか。じゃあさなえちゃんでいきましょうか。あれはさなえさんですね。なんか独り言を言いながら笑ってますね。そっとしておきましょう。あ、じゃあ今ここの2人には話しかけられないんだね。 OK、 じゃあ別の場所行こうか。職員室はとりあえず誰もいないみたいだから、人がいるところから調べようかな。あー、美術室一応覗くか。みんないるし、じゃあとりあえず話しかけるわ。またドッペルゲンガーの事件が起きるなんて。早く事件を解決しよう。そうですね。そのためにもまずは被害者である静香さんについて調べちゃおう、イエーイ。被害者である静香さんについて調べていきましょう。OK？ なんか今回の事件ちょっと異様だよね。静香の体には何の怪我もなかったのに、顔だけあんな風にされてるなんて。そうですね、確かに変ですよね。静香さんについて調べていけば何か手がかりがつかめるかもしれません。調査していきましょう。オッケー。あ、なんだこれ。ノコギリ？糸のこぎり？ん？イントネーションがわからない。誰かが美術の工作で使ったんでしょうか。置きっぱなしだと危ないですね。なんか前こんなとこにいなかったよね。あ、まあとりあえずいいや。キスケくん？今回の事件、静香ちゃんの顔ばかり執拗に狙われていたな。何か理由があるのか。まだそれは分かりませんが、静香さんについて調査をしていきましょう。 OK。 もし今回の犯人が静香を恨んでいた人物だとしたら、一体静香はどうして恨まれていたんだ。それが分かるような手がかりがあればいいんだが。静香さんについて知る手がかりですか。探してみましょう。 OK。 じゃあ、はい。静香さんは誰かに恨まれていたのかしら。その可能性はありますね。一体誰が静香さんを。静香さんについて調べてみる必要があるわね。そうですね。じゃあこの辺のちっちゃい道具について調べていくか。これはなんだ。机には道具が置かれている。あ、じゃあこっちはキャンバスには作品が飾られている。これは動物の絵。これは今は関係ないのか。うん、数字や記号が書かれている。じゃあ違うとこ調べに行きましょうかね。じゃあ、あんちゃんが屋上にいるから、あんちゃんに話しかけていきましょう。あれはあんさんですね。一体何をしているんでしょうか。声をかけてみましょうか。ブツブツ独り言を言っているみたいだね。すみません。何？なんか用？いや、特に用事はないんですが、ずっと独り言を言っていたみたいなので大丈夫ですか。別にあんたに話すことじゃないし、放っておいてくれない。そうですか。それは失礼しました。どうやらアンさんは機嫌が良くないみたいですね。そっとしておきましょう。なんかそっとしておかなきゃいけない人が多いな。じゃあ街中ってあんま関係ない気がするけど、とりあえずなんかさとみくんと、きよこちゃんがいるから話しかけようか。あれはさとみくんときよこさんですね。何をしているんでしょう。ふう、こんなところに呼び出して一体何かしら。少し確認したいことがあってな。キヨコ、お前つい最近ノーネームのライブに来てただろう。なぜそれを。たまたま俺もライブ、たまたま俺もライブに来てて見かけたんだよ。もしかしてお前会長の邪魔をするつもりじゃないよな。は？邪魔をする？どうして私がそんなことを。お前少し前まで会長に悪態をついてただろう。もしまた会長の邪魔をするつもりなら。ちょっと待ちなさい。
そんなつもりはないですわ。じゃあなんでお前がライブに来てたんだよ。それはたまたま暇で街を歩いていたら、ライブハウスで彼女がライブをしているのを見かけて、つい興味本位で見てただけですわ。断じてファンなどではありませんからね。勘違いはしないで。ファンですね。まあそれならいいが、とにかく会長は大事な時期なんだ。邪魔だけはするなよ。そんなこと言われなくてもしないわよ。どうやら二人はフミさんのことで揉めているようですね。あの二人は前から仲が悪かったですからね。ここはそっとしておきましょう。あー、ということは誰も人がいないところを調べなきゃいけないわけだ。じゃあ教室とりあえず行ってみる？なんかあるかもしれないし。あ、あるね。これあれでしょ？静香ちゃんの机でしょ？机には手帳が置かれているみたいです。ここは誰の席でしたっけ？さあ、覚えてない。おい、シロー。そんなことより早く静香の手がかりを探そうよ。そうですね。え？ここってあれ静香ちゃんの席じゃないの？ん？ああ、そっか、座席表を見ればいいのかな？これは、座席表ですね。静香さんの席は、そうだ、窓際の席でしたね。あ、ここを調べてから、こうすんのか。オッケー。座席表によると、ここが静香さんの席でしたね。おや、机の上にある、これは、静香の手帳じゃね？なるほど。もしかすると、この手帳に何か手がかりが書かれているかもしれませんね。それなら早く読んでみようぜ。ねえ、勝手に読んでもいいの？ふみちゃん、止めても無駄だよ。この二人は、バレなければ大丈夫って考えだから。そうなの？ペラリ。なんか可愛いイラストが描かれてるな。これ猫かな？可愛い。さすが美術部だね。絵がうまい。そうだな。カレンダーのスケジュールも細かく予定が書かれているぞ。ん？この星マークがついてる日はなんだ？星マークと一緒にメモが書かれてる。ついにデビューの日。初めてのオーディションで受かるなんて思わなかったけど。これって私の可愛さが認められたってことだよね。これで翼くんももっと私のことが好きになってくれるはず。でもなんか最近翼くん。いけないいけない、こういうことは本音ノートに書かなくちゃ。メモはここで終わってるみたい。あのよく手紙とかで使うさ、まず読む人が話しててそこからあの声が変わっていくやつをやってみたかったけど、あまりにもぶつ切りだったよね。静香ちゃん、何かのオーディションに合格したみたいだね。読者モデルとかかな。まあ静香は確かに可愛いもんね。何かのオーディションに合格してても別におかしくないかも。それに翼くんが喜んでくれるって書いてるけど、確かお二人はお付き合いをされてましたからね。この文面から察するに静香さんはよっぽど翼くんの虜なんでしょうね。まあ美男美女だしお似合いのカップルだしな。でも最後のこの文章、なんか最近翼くんって終わってるけど何かあったのかしら。ピラピラ。この手帳にはこれ以上この手帳にはこれ以上怪しいことは書かれていませんね。そう、それじゃあこの手紙から間違った。それじゃあこの手帳から分かったことは、静香さんが何かのオーディションに合格したってことと、最近翼と何かあったのかってことぐらいかしら。
はい、これじゃあ情報が少なすぎますね。もっと彼女について調べる方法はないでしょうか。じゃあ次あれじゃない、その美術部の美術部美術室にさ、いろいろあったじゃん、この辺じゃない、違う、おやおやちょっと飲み物飲みます、ごめんなさい。はい、戻りました。おや、この机の上にあるものって多分美術部の誰かのものじゃないかな。おお、さすが美術部、自分の筆やスケッチブックをたくさん持っているんですね。あれ、ねえ、このスケッチブックに描かれてるイラストってさっき静香の手帳に描かれてたイラストと似てない？本当ね。じゃあこれは静香ちゃんのもの？静香さんは美術部だったし、手帳と同じイラストが描かれているってことはおそらくそうなるでしょうね。あ、なんだこのでかい箱。絶対勝手に開けないでね。なんかいかにも怪しい箱だな。ここにあるってことはこれも静香ちゃんのものか。ちょっと開けてみましょう。ガチャガチャ、あーん、鍵、鍵がかかってて開きませんね。鍵を、あー間違ったよ。鍵を開けるにはこの仕掛けを解く必要があるみたいだ。こんな仕掛けを施すなんて、よっぽど見られたくないものでも入ってるんでしょうね。そうね、仕掛けの謎を考えてみましょう。オッケー。仕掛け、なんか動物のイラスト書いてあったから、このイラストがヒント。キャンバスには作品が飾られている。うん、でこっちは、あ、難しい、なんかもう、黒板には紙が貼られている。6星三角丸8三角星四角1、はあ、でこっちは、黒三角黒星16ね。うん、ちょっと待って、黒三角が右上、黒星が左下で16だよね。で右下、あ、じゃあ右上、右上、左下、右下、左上の順番。なるほど。でなんだ、あ、なんか色もなんか、縁の色の順番が違う。なんだこれ、上下逆か、あ、違うな。あ、あ、ばやべ、キスケくんに話しかけちゃった。絶対勝手に開けないでねえか。あの箱かなり怪しいな。早く開けてみようぜ。そうですね。待って、こっちのなんか数字が書いてある方が、赤が上、青が下、緑が右、黄色が左ね。でこっちは、赤が下、青が上、緑が右、黄色が左。ってことは、そうか、上下が逆になってるから。っていうことは、上下だけ逆になるのか、順番が。そういうことだよね。だから、もう難しい難しい。右下、左上、右、上、左下かでいいのか。ちょっと待って、それの動物はなんだ、犬、熊、猫、ゴリラ。犬、熊、猫、ゴリラでいいのか。やってみるか。犬、クマ、猫、あ、ゴリラ、ほら、よっしゃー、天才だね。もうなんかね、と、え、うんうん、カチャン、開きました。なるほど、この仕掛けはキャンパスに描かれた絵と
この数字と記号が書かれた紙がヒントだったんですね。箱に書かれた文字とキャンパスに書かれた動物を照らし合わせて、箱の動物の順番を並び替えればよかったということですか。早速中を見てみようぜ。いや、これさ、普通に他の美術部員とかもさ、開けちゃいそうだよね。簡単だもの、割と。私でも解けるんだもんだって。ガチャ。うわ、翼の写真がたくさん入ってる。それに翼のイラストもこんなに。なんかこのイラスト、どれもすごくイケメンに描かれてるね。なるほど。ということは、やはりこの箱は静香さんの持ち物で、箱の中身も静香さんのもので間違いないそうで、箱の中身も静香さんのもので間違いなさそうですね。うん。ん？なんかチラシが入ってるぞ。ペラ？原宿モデルイベント開催。オーディションに合格したモデルの卵たちが大集合。モデルイベントのチラシか。日付を見るともうすぐ開催されるみたいだね。ん？ねえ、この日付って静香の手帳の星マークがついてた日と同じ日じゃない？そういえばそうね。それに手帳にはオーディションに合格したって書いてたし、もしかして静香さんはこのイベントでモデルデビューするつもりだったのかしら。へえ、あいつがモデルやんのか。普通にすげえな。あ、まだ奥に何かあるぞ。ペラ。あ、これあれじゃない？本音ノートってやつじゃない？さっき出てた。このノートは、表紙に静香の本音ノートって書いてあるね。ん？注意書きも書いてあるよ。このノートを拾っても、絶対に読んじゃダメ。もし読んだら、あなたは絶対に後悔するから。もし拾ったなら読まずに私に返してね。絶対だよ。なんだこの注意書き、やべえなこれ。あら、しんのすけくんビビってるの？あ、なわけねえだろ。おお、いいですね、ふみさん乗ってきましたね。シロウくんたちと一緒にいて、だんだんオカルト部のノリが分かってきたわ。しんのすけくん、こんなのでビビってたら男が廃りますよ。だからビビってねえって言ってんだろ。まあまあ、しんのすけくんも落ち着いて。とにかく、さっさとその本音ノートを確認しようよ。そうだな。それでは、静香さんの本音を覗き見しちゃいましょう。ペラ。またあいつからのラブレターだった。マジでしつこすぎる。もうここ一週間で10通目くらいじゃないかな。君は僕の心に咲いた一輪のバラだ、とか、マジで気持ち悪いんだけど。さすがにポエマーすぎて笑っちゃった。ま、翼くんに言われたら超嬉しいけど。それにしても、もういい加減しつこいから、今度きっぱり振ってあげなくちゃね。どうやら静香さんは誰かにしつこく告白されていたみたいですね。1週間で10通もラブレターを出すとか、なかなかやばいわね。本音ノートには他に何か書いてないのか。いや、それにしたって気持ち悪いね。1週間で10通はちょっと、なんか相手の気持ち考えてないよね、ほんと。独りよがりな感じするわ。もっと最近のこととかよ。ペラ。また翼くんがあいつと喋ってた。最近やけに翼くんとあいつが一緒にいる気がする。それに、最近の翼くんの態度、絶対に変。何か私に隠してるはず。もう許せなくて、ついに翼くんにきつく当たっちゃった。そしたら翼くんも怒って帰っちゃって。あんな怒った翼くん初めて見た。私だけを見てほしいだけなのに、私が間違ってるのかな。
翼くんと静香さんは最近喧嘩をしていたみたいですね。うん、それに結構ガチな喧嘩っぽいね。なるほどな。ノートに書かれた手がかりをまとめると、静香ちゃんにはしつこくラブレターを出してくる人がいて、そいつの存在に困っていた。今度きっぱり振ってあげなくちゃねとも書いてあったね。さらに最近翼との関係もあまり良くなかったみたいだな。ええ、喧嘩したとか態度はおかしいとか書いてあったわね。少しずつですが襲われた静香さんの周囲の状況が分かってきましたね。あ、そうだ、どうかしましたか、マチさん。そのラブレターを出しまくってた男が静香に振られた腹いせに復讐したとか。なるほど、確かにそれはありえますね。なるほど、確かにそれはありえますね。1週間に10通もラブレターを出す強者ですからね。静香さんに振られた絶望感は相当なものだったでしょうし。あと翼くんがドッペルゲンガーって可能性はないかしら。静香さんのメモに最近様子がおかしいって書いてあったけど、もしかしたら翼くんがドッペルゲンガーになったのを彼女の静香さんは敏感に感じ取ってたんじゃないかしら。それもありえねえ話じゃねえな。なるほど。ここまでの調査で静香さんを襲った犯人を特定できる証拠はありませんが、だいたい目星はついてきましたね。じゃあここからの調査は、静香さんにしつこくラブレターを出していた人物と最近様子がおかしかったという翼くんを中心に調査していきましょうか。そうだね。賛成。進展あり。ってことで今日はちょっと長くなっちゃったかな。長くなっちゃったけどこの辺で終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。そうだね、とりあえず私はもう一刻も早く静香ちゃんに1週間のうちに10通もラブレターを出した変態をね、突き止めたいね。ってことで、じゃあそこから始めていきましょうかね、次回は。では、おつぴよでーす。